です皆さん、こんんにちは花なですさパ・リーグ編を待っていただいている皆さんには、ちょっと申し訳ないんですが、ちょっと、一つ、秘宝が、一 <laughs> つというか、二つなんですけど、秘宝が入ってきたんで、ちょっとお伝えしたいと思います。ちょっとね、私にとっては秘宝なんですけれども、えっ、ー、と、ちょうどまあ、セ・リーグ編とパ・リーグ編が、えっ、ー、と、 の境目なということでとりあえずちょっと秘宝を言えさせていただきますえっ、ー、と私にとっては秘宝なんですけど、まあ、皆さんにとっては嬉しいのかもしれませんがえっ、ー、と私の大好きなスワローズの星友也選手えっ、ー、と結構ローズ先発ローテにも入ってきてたんで去年ルーキーイヤールーキーで今年2年目なんですけど結構入って 来ていたので多ん皆さん知ってると思います星くんえっ、ー、とそ,うその方がえっ、ー、となんと結婚しました <laughs> はいちょっと Twitter にも載せさせていただいたんですけれどもえっ、ー、と秘宝です <laughs> 私にとっては秘宝ですえっ、ー、とねー本当に嫌だった たんですよね嫌というか、かやっこ選手はもう全員結婚したらいけないみたいな、なんかそういうのがありました。けどまあ結婚してしまったということで、まあちょっとショックなんですけれども、まあ、本当におめでとうございます。私にとっては秘宝ですけど、おめでとうございます。えっ、ー、と、はい。で、なんで秘宝なのかって、だいぶ私ショック受けました、その話聞いたとき。えっ、ー、と、何が一番、一番ショック、何が、 ショックなっって言ったら結構色々あるんですけれども一番ショックなのは私の大好きなのがジュくんなんですけど原ュリ投手なんですけど、えっと、ジュリ君は結婚はおろか彼女すらいません <laughs> 結構イケメンなんですけど彼女すらいないっていう現状なんです。それを優し置いて後輩の方が先にゴールインしてしまうってなるとちょっとそれが一番ショックなんですよね。 ジュリ差し置いてて結婚するかって <laughs> もうちょっと嫌なんたんですけれどもまあしょうがないですねはいちょっとそれと同じ系列なんですけどドラゴンズのえっと強打選手がえっともう結婚しました星君が1月16日でえっとその彼女の誕生日だったらしいです16日がなので16日に婚姻届を提出したという。 話ですえっ、ー、と彼女はえっ、ー、と星君の彼女は大学時代の同級生であっそうやでドラゴンズの話をしてるんですね中日の、えー、と京田選手ですね新人王を取った京田選手がえっ、ー、とも結婚したということでえっ、ー、と強打選手は1月11日に婚姻届を提出しました何かと1に関連があるそうで <laughs> えっと1 それを1月11日の午前11時11分に結婚し、婚姻届を提出したということで、まあ、1に定列したってことなんでしょうね、多分。で、京田選手の打順も1番ですので <laughs>、まあ、でもそんな感じです。はい。えっ、ー、と、それでね、まあ、2人の話を聞いたとき、まあ、京田選手はまあ、仕方ないですけど、っていうか、同じふうに私が思うのは、 早すぎないいかこいつらって思いました同期入団で、えー、とどちらも23歳なんですね。なので早すぎないかこま前らって <laughs> 思いました。でそうですね <laughs> はいもうほんまに早すぎるでしょ23歳って。<laughs> うねちょっと嫌なんですけれども本当にね。早すぎるよね23は。 23は絶対早い <laughs> もうだってせめてあと2年ぐらい待ってくれや <laughs> 25ぐらいになったらまだ、まあ、大丈夫かなってなるけど23は早い絶対早い <laughs> まだにあのできちゃった結婚でもないんだから <laughs> 23は早いです絶対早いですはいだってそれで独身上も2人とも退社して今は。 二人ででで住んでるってことでもうね、っていうか、京田選手はまだいいんですよ。まだいいんですよ。星んですよ、星ん。後輩差し置いて、一人でけっあの一人結婚した星くんですよ。星くんの彼女がね、まあ美人でね、<laughs> チアリーディング部で知り合った、大学時代のチアリーディング部で、あの、 結婚との人でねまあ美人なんですよまあネット見てくれれば分かると思いますけどまあ美人なんですもう <laughs> ああもう腹立つ <laughs> ちょっともうねいろんなところに怒りをば,ばらまきたいところなんですけれどもまあそういうことはできないんで <laughs>、はい、まあね本当にショックな話なんですけれどもなんかまあ本当に強打選手惜しく惜しく強打選手 おめでとうございます。もうね、ショックですけれども、まあ、受け止めるしかありません。はい、まあね、星野筆聖粗品さんの,あの死亡もあり、そう今回の件の,いあの結婚もあり、ちょっとまあ、野球界、ちょっと壮絶なんですけれども、今。まあ、仕方ないですね。はい、それでは今日はこれぐらいに終わりたいと思います。以上かなくらゆんなでしたババイバイ